すごいすごいすごい。カデルブがお出迎えしてくれました。お出迎えしてくれてますね。ホットミルクだけど、ほんのりブドウの味する。え、すっげー気になる。後ろにクリアス書いてあるんだけどね。そういうのずるいですよね。プロデューサーの皆さん、お疲れ様です。 AP 佐藤穂乃と AP ガッシーです。本日はアイドルマスターミリオンライブシアターデイズサンキューアニバーサリー in 秋葉原が開催されております秋葉原にやってきました。アイドルマスターミリオンライブ、サンキューアニバーサリー in 秋葉原ではアイドルマスターミリオンライブシアターデイズリリースから 3.9 周年を記念して各店舗による新商品の展示や販売、デジタルスタンプラリーが開催されております。はい、今回は実際に各店舗でどのような施策が行われているのかお店を見に行ってお伝えしていきたいなと思っております。はい、今回の動画がためになったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまず1店舗目行きましょうか。はい、じゃあ行きますか。行きましょう。はい、わあ気になるな。まずはこちら検温していこう。あ、検温近づいてください。はい、36度5分、おお、来た。はい、じゃあ行きましょうか。36度5分。あ、そうかそうか、消毒してね。はい、行きます。まあ、まずこちらの方にね、ミリスタの MV が今流れてますけど、うん、はい、ドンロップスキャリティ。よし、ちょっと中入ってみましょう。おー、まずカデルムがお出迎えしてくれました。お出迎えしてくれてますね。こちらミリオンの真ん中3人がこちらお出迎えしてくれます。はい、中行ってみましょう。こうしたら、うん、おー、すごい、なんかセットみたいになってるね。ね、ちょっとまずはそこから行きますか。したらね、まあここがね、メインですから、まあ、今回のメインということでね。はい、こちらはですね、シェリー&チェリーのお二人がこのミトリオのセクシーナイトラジオの出張収録をしております。はい、この中を見ていただくとね、ラジオブースになってるんだね、これ ね、すごい。中にチュパがおりますけどもおりますけども、オンエア今収録中なんですね、これ。収録中みたいですね。そしてなんかセクシーナイトラジオだからお酒もありますね。ね、こちらの方もこれちょっと後で後ほど紹介させていただきます。ちょっと隣行ってみましょうか。はい、ここではね、ラジオブースの展示をされているんですけども、こっちにもすごいどでかいのがあるね。どでかいのがあります。アルカナ占いの館ってありますけども、はい、占いの館もね、展示されてるんですね。はい、こちらにはアルカナのメンバーお三方がこちらにいらっしゃいますと。はい、これ中入っていいんだね。いいみたいですよ。ご自由にご覧いただけます。ちょっと中入ってみましょうか。おー、すげー、すごいね。なんか水晶とかあるしね。ね、占いだ。はい、こちらね、あのタロットをモチーフにしたアイドルさんたちがこちら展示されております。はい、これね、また写真撮るのがはかどるやつですね、これ名前に入ると。ね、もういろいろ撮れますよ。100枚くらい撮るんじゃないかなそんな撮るそんな撮ります。そしてこっち行ってみましょうか。はい、こっち行っていただきますと、はい、こちらね、物販の方ございまして、はい、はい、まああのシェリー&チェリーということで、あのお酒が取り扱われております。はい、タドアニバーサリーの時のシャンパン、こちら再販になるんですけども、うん、はい、隣、そのお隣ですね、ガッツリコラボしたの出ちゃいましたとアイドルマスターミリオンライブシェリー&チェリーベルモットロサードということで、はい、ベルモットってどんなお酒なんかなという馴染みがないかもしれないんですけど、はい、時にね、うん、こちらの方にね、サッシがついてくるんですね、これね、はいはいはい、スペシャルブックって書いてますけど、こちらの方にですね、うん、どういったお酒、こういうところで作ってますよみたいなね、うんうん、まあ、産地みたいなの書いてあったりとかするので、はい、ぜひこちらの方もお手に取っていただきたいです、うん、お酒の歴史とか今一瞬書いてあったよ。すごい、まあ、これをね、あの買ってね、宅飲みするのもありなんじゃないのかなという感じでございます。そしてお隣ですね、はい、こちらシェリー&チェリーのグッズと、下の方にはプロネクシカの方が、うん、グッズになってますね。はい、そしてちょっと向かい側、そうそうそう、ここも触れなきゃいけないんですけど気になってましたよね、まだまだあるんですけど、はい、こちらインフィニットスカイの、はい、パネルがたくさん展示されております。はい、ここに来るとね、たくさんのアイドルさんに会うことができます。そうですね、もう皆さんと写真を撮ることができるので、すごいよ、広い広い広いで、ここにいらっしゃらないアイドルさんたちは他の店舗さんにいろいろ出張してるっていう感じなんですね。うん、はい、まあ、アイドルさんを探しつつお店もあるのもいいかもしれないですね。だから秋葉に52人が集合してるってことですよねはい、冒頭でも少し触れていたデジタルスタンプラリーについてなんですけれども、各店舗に QR コードがございまして、そのコードを読み取っていただくことで一つスタンプがもらえることになってます。はい、こちらの方を全種類集めて景品交換所である、アミアミ秋葉原ラジオ会館店さんに持っていくとですね、うん、特典として A4 クリアファイルがもらえます。はい、景品は前期と後期でデザインが変わるそうなので、
ぜひ皆さんゲットしてみてください。そしてデジタルスタンプラリーは前期と後期各1回ずつの参加となっておりますので、そこら辺ご注意ください。各店舗さんで関連商品ですね、 CD だったり DVD だったり、そういったものをご購入1000円ごとにですね、各店舗で特典としてポストカードがランダムでもらえます。はい、これはぜひゲットしたいですね。はい、ぜひぜひゲットしてください。よし、では次の店舗行きましょうか。はい、続いてはアニオンステーション秋葉原本店さんにやってまいりました。はい、こちらでは、コロナ歴史家がプロデュースするカフェ、アニオンシアターカフェオプスキュリティが開催中です。はい、メニューやノベルティもコロナ歴史家をイメージしたティータイムやクロゴシックをモチーフにしたものになっているそうです。はい、では早速ちょっとね、店内見ていきましょうか。はい、いや、すごいですよ。すごい。はい、こちらの方にね、まずリクエストチケットがずらっと並んでるんですけども、うん、こちらもね、52人分あるそうで、はい、うちのディスプレイもすごいですよ、はい、これね、奥に置いてあるのがノベルティなんですね。で、手前にあるキーホルダーがグッズ。じゃあちょっとステージの方行きましょうか。はい、行きましょう。はい、ということでこちらの方にメニューを用意していただいたので、ちょっと食レポとかもしていきましょうかね。はい、まずこのね、メインの、はい、フードメニューなんですけども、はい、こちらのカレーですね、こちらが白き花びらの漆黒のカレー。おー、もうかっこいい、もうかっこいいかっこいいですね。もうかっこいい、うん、デザートですね、こちらバラ香るゴシックデザート、うん、もうカッシーのメニューのなんかもうなんかめっちゃバラが合ってるね。チューニズムを発揮していってる。はい、こちらコラボドリンクの方なんですけども、はい、ヤナコと食べちゃうホットティーということで、ここね、ヤナコとがついてくるんですけど、とらわれのティータイムにね、そんな歌詞があるんですけどもね、本当にヤナコと食べてしまうっていう感じになってます。はい、はい、で、こちらの方がサードアニバーサリー乾杯スペシャルドリンクですと、地方のビター&スイートなアイスコーヒーだそうですね。おー、では続きまして私の方ですね。はい、このメインが赤い糸に操られたナポリタンハンバーグ添えということで、で、こちらとらわれのチョコレートパフェ。パフェ、私は基本的にとらわれてますね。とらわれ系に寄ったんだね。はい、こちらがトモカのレインボーサイダーということでね、なんかずっと光ってるんですよ。光ってるね、光ってる、レインボーに光ってます。ね、すごいですね、これすごい、はい、好みのセクシーなピーチアイスティー。あ、なるほどね、そういうセクシーなリボンだったのね、これ。そう大人な感じですね、うん、これね。あかねのプリン風ミルクセーキ、プリンも乗ってるし、あかねちゃんも乗ってますね。で、こちらの方に、はい、フードを頼んでいただくと、はいはい、ノベルティの方としてこちらです、はい、ランチョンマットがランダムでつきます。はい、ドリンクの方を頼んでいただきますと、嫌なこと食べちゃうホットティーに関しましては、クロノ歴史家のメンバーからランダムで1枚もらえます。はい、こちら、代表して今七尾ゆり子さんのやつ持ってます。これは空想文学賞ですね。はい、その他のドリンクに関しましては、各ドリンクに対応したコースターがもらえるそうです。はい、はい、まあね、こちらの方ね、過去にもシンデレラガールズだったり、うん、シャイニーカラーズの時もね、アニオンカフェさん、来させていただいたんですけども、はい、その時にですね、生配信でお届けしたジェクボックスロックオンというものがございまして、はい、今回はクロノ歴史家バージョンとしてですね、はい、ジュークボックスロックオン、はい、サンジの甘い幸せタイムという特別仕様になってるそうです。おー、じゃあちょっと ね入店するとこちらのリクエストチケットがもらえますんで、はい、ちょっとね、あらかじめリクエストさせていただきました。はい、食べてこう、溶けちゃうからね。そうだよ、カフェもあるからね。カフェもあるよ。いただきます。いただきます。うん、あ、美味しい美味しい。おしゃれなカレーの味がする。おしゃれなカレー、わかります？ちょっとホテルで出てくるな、あなんかおしゃれなカレーあるじゃないですか。ちょっとわかる。僕に声がないで表現できないですけど、あの感じ。ちょっとわかります。で、そんなになんかその黒いから辛いとかっていう感じでもないかな。美味しいです、美味しいです。美味しそう。じゃあ私もいただきたいと思います。はい、いただきます。いいな、これ普通にご飯。うん、がっつりナポリタンな感じ。うん、うん、がっつりナポリタンです。お、うん、お、来ました。お、来た。はい、赤が欲しい。ここね。ここね。うん、ここでおる。多分ここでおる。皆さん、こんにちは。ジュークボックス録音、サンジの甘い幸せタイムのお時間です。ええ。リクエストチケットに寄せられたアイドルマスターリオンライブの楽曲、ライブ映像、ミュージックビデオを MC がピックアップしてご紹介していきます。イエーイ、
え、暗くなるの？お、起きた。ちょっと、どこ？おすごいね、なんか MV 流れるとやっぱこうセットみたいな上がりますね、なんかやっぱ急に雰囲気出ますね、うん、照明も落ちるし、いやすごいわこれ、ちょっとデザート食べてこう、おい、うん、うまっ、なんかベリー系の味がするこれ、うん、うん、いいかな、パフェ中にね、うん、スポンジケーキが入ってる、ああ、あ、すごい、うん、ごちそうさまでした。美味でございました。美味しかったです。はい、こちらのアニオンさんの開催期間なんですけども、サンキューアニバーサリーの企画全体としましては3月9日までになってるんですけども、うん、こちらのねアニオンさんとのコラボは3月14日までとなっておりますので、はい、気になった方はぜひ特設サイトをチェックしてみてください。はい、いやそろそろ次のお店に行きましょう。はい、はい、続いてはカラオケの鉄人秋葉原昭和通り口店さんにやってきました。はい、こちらではですね、キスのメンバーさんがパーティーのお仕事をプロデュースされているということで、こちらにいらっしゃってます。こちらコンセプトルームなんですけども、早速中に入っていきたいと思います。はい、よいしょ、お邪魔します。よいしょ、おーおおおすごい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 、こちらのね、はい、コンセプトルームの方も、はい、キスをイメージした装飾になってます。うん、いやいやいや、後ろにドンってまずね出てますけども、こんなにこう大きくいるとは思ってなかったのでびっくりしました。こっちとかで座るとすごいいい画角で見えるね。そしてこっちにもね、はい、キスのメンバーだったり他の、うん、シアターのねアイドルさんがこちら並んでますけども、はい、テーブルとかもねおしゃれ、かわいい感じ、かわいいですよね。あ、これあれですよね、あの右下のね、うん、MVの、ね、ステージになってますけども、他にもですねこちらの方には、コラボメニューの方もあるそうなので、そちらの方も紹介していきたいと思います。はい、じゃーん、どーんコラボメニューをご用意いただきました。ありがとうございます。はい、これで全部なんですよね。はい、はい、まずはですねこちらがここまでですね、はい、ソフトドリンクになっておりまして、ちなみにあのコラボメニューはキスのメンバーのイメージをしたものと、うん、あと3周年の衣装をイメージしたものがございまして、1個ずつをちょっと紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまずこちらから、はい、こちらがサンキューアニバーサリーソーダで、お隣が萩原由紀子、隣が星井美希、隣が水瀬伊織、隣が菊池誠となっております。アイドルさんのカラーになってるんですね、ドリンク。はい、めちゃくちゃ可愛いですよね。はい、1杯ご注文ごとにオリジナルチェキ風カードをランダムで2枚プレゼントされます。おちなみにこちらにあるんですけれども、あ、おしゃれね、めちゃくちゃ可愛いですよね。リスの4人はあの左上のやつがユニットのね、そうです、ロゴになってるんですね。ユニットのロゴになってます。あとはまあこんな感じでそれぞれのアイドルさんがこんな感じで、はい、こちらの方がランダムでもらえると、チェキ風になっておりますので、はい、ぜひご注文してください。はい、そしてですねアルコールメニューの方にはシェリー&チェリーをイメージしたカクテルもございます。それがこちら4つですね。おしゃれだ。はい、こちらも紹介させていただきます。はい、こちらが桃瀬リオ、ババコの実、シェリー&チェリー、ラビン流ソーダ、うん、でオンザロックとなっております。こちらの方もね、あのアイドルさんをイメージしたものになってます。例えばね、百瀬里央さんだったらさくらんぼとかね、さくらんぼ結べますみたいな話もありましたけどもありました、ね、こういったメニューになっております。はい、ただですね、こちらの方には、先ほどのね、ノベルティの方は付属しないので、うん、あらかじめご了承ください。はい、またですね、カラオケの鉄人秋葉原昭和通り口店さんですね、こちらの方のコラボは、4月の20日と結構長めになっておりますので、うん、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ではメニューの方をいただいていきましょう。はい、ではまずソフトドリンクのブロックからご紹介していきたいと思います。飲みますよ、これサンキューアニバーサリーソーダ。こちらインフィニットスカイのカラーになってますね。はい、うん、なんかね、うん、色からしてこうラムネの味を想像しそうなんですけど、はい、結構フルーティーな味がします。お、めちゃくちゃ美味しいです。アイスもね乗ってるのでね。続きましてアルコールのメニューを紹介させていただきます。オンザロックですね。いただきます。あ、飲みやすいですね。カットレモンが入ってるんで非常になんかさっぱりして飲みやすい感じになってます。うん、ホットミルクだけどほんのり巨峰なの。
ぶどうの味する。え、すっげー気になる、ね、あ、きた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 、星形のナタデココが入ってます。ナタデココか、うん、あ、やっぱ飲みやすいですね、トニックだとね。あ、でもこっちの方がやっぱしっかりアルコールが入ってるなっていう感じがしますね。はい、ではグッズの方も紹介させていただきます。はい、まずはこちらですね、トレーディング缶バッジ、こちらがランダムになってますけども、はい、こちらもね、今回のキスのメンバーだったり、そのアイドルさんが参加されてる後ろにいる方たちですね。そうだね、そうですね、うんうん、こちらの方が全9種となっております。はい、そしてですね、こちらの方がアクリルキーホルダー、うん、はい、各それぞれ、キスのメンバーにはこちらキスのロゴのね、ショーパーツ、あー、それ可愛いですね。そしてですね、通常のものに関しましてはこう、うん、各、はい、タイプのマークがついてます。はい、こちらは全13種類となっております。はい、続きましてこちら、タペストリー、はい、大きいですね。こちらキービジュアル、ビジュアルを使用したものになっております。うん、サインも入ってますね。そうですね、うん、もうこれ部屋に飾っていただいてっていう感じですかね。はい、そしてですね、今こちらにないグッズもまだまだございます。キスのイメージしたグッズになっておりまして、はい、クッション、クッション、このくらいの大きさのクッション、へえ、すごい。1つとマルチアクリルスタンド、はい、これが CD のジャケットの大きさになってるみたいです。そしてユニットロゴアクリルキーホルダー、ユニットロゴビッグ缶バッジ、チマドルアイドルマスターミリオンライブアクリルキーホルダーもございます。はい、こちらもね、ぜひお手に取ってご購入してください。はい、ではそろそろ次の店舗に行きましょう。はい、こちらはアニメイト秋葉原本館さんです。はい、こちらにはアルカナのメンバーさんが占いの館でのお仕事にいらっしゃってます。はい、こちらの方にね、アルカナのグッズがございましてですね、はい、こっち系になるんですけど、ね、先ほどちょっと出てきたかもしれないんですけど、うん、こちらタロットカードをね、モチーフにしたカードイラストを使用したこちらポストカードセットだったりですね、はい、あとやっぱりこれが気になるところ、これ気になりますね、こちら失礼しますね、これ、はい、アルカナおみくじフォーチュンクッキーだそうです。うん、クッキーに大吉とか書いてあるんだね、これ食べると出てくるんですかね。こっち行ってみましょうか。こっちですね、はい、こちらの方にもグッズがずらーっと並んでおります。ミミッチですかね、これすごい。こちらもアイドルさん皆さんいらっしゃいますね。ね、ずらーっとございまして、はい、こちらこちらの方にもたくさんグッズが並んでますので、はい、ぜひこちらの方も見てみてください。はい、ではそろそろ次の方に行きましょうか。行きましょう、次の店舗に行きましょう。続いてはことぶきや秋葉原館さんです。はい、こちらでは花咲屋のメンバーが忍者村秋葉原出張所の一日村長として、そしてフルランチのメンバーが、フラスタや装飾などのプロデュースをされているそうです。はい、でね、もうこのエレベーターを出ていただいたらすぐアイドルさんがお出迎えしてくれてます。はい、花咲屋のこれ壁掛けみたいになってるの、もうなんか奥がね、掛け軸みたいな、下とかもなんか木の、ね、装飾になってるんで、ね、本当にもう入り口からなんか気合が入ってますね。気合入ってる、気合入ってると言えばね、後ろなんですよ。はい、扉がなんか見たことあるね、これね。ね、知ってるね。これあれだよね、ログインするときに見るやつだよ。シアターのね、扉になってますね。開けるやつよね。じゃあちょっとログインしていきましょうか。ログインしてじゃあ早速、中の方に入っていきたいと思います。行きます。はい、ログインします。ログイン。おー、失礼いたします。よいしょ。あ、見て見て、扉にも。はい、そう。日向さんとね、宮さんが、はい、いらっしゃいますね。そして、おー、すごいすごいすごい。すごいな。はい、じゃあ中の方見ていきたいと思います。はい、もう見えてるけど、すごいよ。いすごいけど、もう、ちょっと、一旦待って、一回して、一回してね。まずはね、こちらの方で、はい、あの咲夜が迎え入れてくださいます。はい、これもすごいよね。畳だよね。畳だし、後ろもなんか屏風あるし、番傘あるし、障子あるし、もうなんかすんごい気合入ってるね。ね、かなりのスペースを使われてるんですけどもね。はい、そしてもう目の前もこれが気になってしょうがないんですけどね。後ろも、はい、忍者村ことぶきは秋葉原館出張場となっておりますけどね。屋根がある。いや、なんかあの話を聞いてるとこの後もねすごいことになってるみたいなんですけどね。はい、はい、こちら花咲屋のグッズ、こちらタペストリーの方があったりですね、うん、あと気になってたんですけど、はい、花咲屋のこちら緑茶だそうです。はい、
はい、こちら、中身は一緒になるんですけども、こちら 3.9 周年のバージョンとしてこちらの方のラベルもございます。そしてこちらの緑茶の方はですね、一緒にこのボトルキャップと一緒に購入することもできるそうなので、うん、これはね、好きなアイドルさんを選ぶことができますんで、めっちゃいいよね。はい、もうぜひぜひこちらを一緒に合わせてよろしくお願いします。はい、そしてこちらの奥の方にもね、はい、担当されてます、はい、ユニットのこちらのアクリルスタンドですね、はい、ございまして、各グッズもございます、うん、やっぱこうね、あのシアターウェーブ、こう各ロゴがあるんでね、これをつけてるだけでもすごいかっこいいよ ね、 これね、かっこいいですよね、デザインも。グッズがございますと、そしてこちらの方でね、担当されてるユニットはもう一つございまして、はい、こちらがフルランジュ。こちらのね、まず気になるのこれね、ね、かわいい。フルランジュのモデルになってるんですけど、めちゃくちゃおしゃれ、おしゃ。そしてあの、いつも ね、 なんかねこちらのボードの方とかもあるんですけど、ね、本当にね、はい、毎年こうすごい濃い内容を書いてくださってる、こちらの方も、ね、ぜひぜひじっくり読んでいただきたいです。はい、こちらもね、はい、ユニットさんのグッズもございます。各グッズございます。はい、じゃあちょっとさらに奥行ってみましょうか。はい、なんかもう、あ、もうだってすごいじゃんもう見えてるけどね、すごいですね。いや、すごいよ。あの、まずこっち見ます。はい、はい、こちらミニッチュのアイドルさんたちなんですけど、はい、これがパネルがずらーっと奥まで並んでおりまして、多分これ一枚一枚こうやってみてこうやってみていくんだけど、ちょっと時間がないからね、ちょっとこう。そして後ろの方にね、こちらの方にさ、はい、グッズとかもございますね。あとやっぱ気になるところとしては、制服シリーズのグッズの方がですね、後半組がございますので、そちらの方でさらに新商品が出てるそうです。はい、あとこれね、それね、刺繍バッジ、こちら制服シリーズ、はい、制服シリーズのアイドルさんが身につけてるこちらの刺繍バッジとかも出てるんですね、これ。はい、奥行きます？奥行きました。なんか忍者出てきたけどね、こんな誰やつ、忍者村っていうことですからね、なんかクセモノ出てきましたけどクセモノ、なんか忍者さん出てきましたけどね。そして、はい、いや、これこれすごいね。ちなみにこちらのこのミリスタの方に実装されてます制服シリーズの衣装なんですけども、うん、こちらの方は今回の展示のためにギフトさんが特別に作ってくださったそうで、はい、そうだよね、だってなんかステージ衣装とかでこれ見たことないもん、現物見るの初めてだもん、これ、ね、ステージは着てないですね。いやー、めちゃくちゃ気合入ってるね、これ、うん、すごい。あ、さっきの刺繍のこれが、ね、これがそうですね、これさっきのグッズございましたけども、はい、いやー、あ、こちらも撮影が可能だそうなので、ぜひぜひ写真を撮って、はい、じっくり見ていただけたらと思います。すごい、はい、あのね、作り込みがすごいよね、ちゃんとしっかりしてる。そしてですね、上の階またさらにすごいことになってるそうなので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。よし、行こう。おしゃ、よし、じゃあ次5階に行ってみましょうか。はい、ちょっとね、特別にちょっと上がらせていただけるということで、はい、失礼いたします。大友香さんが、すごいんだよ。おーおーおー、あ、すごい。お、見えてきた。おお、すっげえ、すごいぞ。はい、こちら花咲夜のキービジュアルがドンと中行きますか。あ、こちらにもね、ちょっと、ね、バンガサもあって、バンガサ徹底してますね、本当に ね、 ね、じゃあ中行きましょ う、 しょう。はい、じゃあ5階に着いたんですけども、おー、すごいな、すごいな、すごい。ちょっと前、1個ずつ触れていこう。そうだ ね、 ね、はい、こちらフルランジュのメンバーがパネル展示されております。はい、そうね、雰囲気がガラッと全然違いますね。変わりましたね、ちょっとおしゃれな癒し空間になってますね、うん、はい、そう、癒しといえばね、なんかこの頃はすごくいい香りがするんですよ、うん、すごいするね。ちょっとまあ気になるの、まあ多分こっちかな、そう、要因の一つとしてはこれだと思うんですけど、見てみましょう、はい、こちら見ていただきたく、うん、こちらの方がですね、フルランジュがプロデュースしたフラワースタンドとなっております。はい、これさ、すごいよ、うん、造花ではなくて本物、本物のお花らしいです。これだってあれだもん、ライブ会場でする匂いのやつだよ、これ、はい、匂いというとですね、もう一個あるんですよ。もう一個あります。これね、本当にね、もう細かいのよはい、こちら多分アロマディフューザーあるんですけど、こちらね、うん、篠宮カレンさんの、ね、趣味だったりしますしね、はい、後ろの方だとこのサンドイッチ、宮尾宮さんですね、サンドイッチで将棋があって、ちょっと待って、後ろにクリアスカイってあるんだけどね、あ、本当だね、なんでそういうことするかな、いや、そういうのずるいですよね。そしてさらにこっち、うん、これはね、あれですよね、このキービジュアルに合わせてちょっとね、あの、そうですね、お席ができてますね、席ができてます実際のこのね、ティーカップとかも色を合わせてるわけです、うん、そうだ ね、 ね、 すごいね、めちゃくちゃおしゃれだし、かわいい ね、 ね、よし、じゃあさらに奥行ってみましょう。はい、はい、じゃあちょっと奥の方に行ってみたいんですけども、はい、あ、MV も流れてますね、 MV 流れててですね、おー、はい、こちらの方に、はい、アクリルスタンドがずらーっと展示されてます。はい、
こちらもね、なんかこう花が散りばめられてるんで、ちょっとなんか、うん、フルランジュらしいというか、ね、そしてガラッと雰囲気が変わるんですよ、この辺後ろ雰囲気違いますね。じゃあちょっとまあね、そのずっと気になってる、ね、ちょっとあれ行ってみましょうか。こっち行きましょう。なんすんごい気合入りすぎではって感じなんですけども、はい、今回はこういったちょっとゲームもできるそうです。はい、手裏剣道場試練百花繚乱花咲く矢の明快遊戯だそうです。最後までやりきれって話なんですけど、はい、こちらの方でですね、うん、なんだこれ、花咲く矢にまつわるクイズを解いて認定証を手に入れようだそうです。はい、こちらを成功したプロデューサーさんには、うん、一日村長である花咲く矢からの認定書がプレゼントされるそうです。はい、そして参加賞もあるんですね。はい、ゲームご参加のプロデューサーさんも全員に花咲く矢特製缶バッジをプレゼント。やるしかないね、これね。やるでしょう、これは。じゃあこれを僕らも体験していきたいと思います。はい、はい、では早速やっていきたいと思います。はい、あ、にんにんそう、やっていきたいと思います。はい、私は忍び。はい、行きましょう。やりましょう、忍び行きましょう。いや、すいません、一回お願いします。お願いします。じゃあこちらが参加賞の缶バッジとなっておりますので。あ、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。はい、よし、行きましょうか。はい、はい、じゃ中も入っちゃって大丈夫ですか。はい、失礼いたします。失礼します。おお、なんだこれ。おお、すごいな。手裏剣刺さってるけど。手裏剣道場だもん。そうか、手裏剣道場か、うんうん、そう、練習した後になってるんですね、これ、うん、ここ。あ、なんかね、あ、これ か, なんか問題はこれかな、ね、これですね。はいはいはい、なるほどね。こちらが山川の二択の問題になってるんですね、うん、はい、ほうほう、なるほど。これの答えは分かる、うん、分かる、分かる。これは見ました。先輩忍者に任せます。先輩忍者、要は忍びだからな。要は忍びだから、だからその山川の選択肢があって、うん、向こうも見るのじゃ。はい、ということで、山と川の2つのこう入り口があるってことですね。はい、こちらで回答していきたいと思います。よし、行くぞ。アイス頼もう。よいしょよいしょ。おっ、おめでとうございます。正解です。あ、よかった、ありがとうございます。認定書プレゼントになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、無事認定書をゲットしました。イエーイ。これはね、さすが簡単でしたね。やりましたね、これ。やりました。では認定書もゲットしたことですし、うん、次の店舗に向かおうか。向かおうぞ。ドローン笑うなし。はい、こちらはあみあみ秋葉原ラジオ会館店さんです。はい、こちらではジャスミンのお二人がトレンドの発信のお仕事としてですね、うん、おすすめのスポットだったり、SNS 映えのコーナーとかを紹介されているそうです。はい、ぴったりのグッズもございますので。ここ突っ込まなくていい、すごいけど。あ、一回突っ込んだろ、ね、すごい、すごいですね。なんだろう、言い方あれだけど、なんかおびただしいっていうか、すごい量のチュパカブラが。ぎゅうぎゅうで可愛いですよ。すごいですね、かなりの圧があります、うん、ということで圧があります。こちらの方も紹介していきましょう。はい、そうですね、こちらの担当ユニットジャスミンのグッズとか、ここでね、こちらございます、うん、ロゴのね、はい、アクリルキーホルダーだったり缶バッジございますけど、やっぱ気になるのそれだよね。これですよね。はい、 SNS 風アクリルキーホルダー。おお、だからこれあれですよね、透明になってるから、うんうん、こう透かしてこう映えたところに来ましたみたいなことができるわけだよね。はい、はい、こちらのお隣にはこちらですね、はい、はい、こちら真ん中の段の方にはですね、シアターウェーブのユニットのものが、はい、商品化されております。はい、じゃあちょっと向こう行ってみましょうか。あっち。はい、こちらはジャスミンの等身大パネルですね。はい、あみあみさんのなんですか、あの、うん、なんかなんとかイベントみたいなあるじゃないですか、こういう後ろの背景あるじゃないですか。あ、あるある、インストアのなんかね、そうそうそうね、みたいな感じになってますね。お渡し会じゃないですけど。はい、でこちらの隣もね、かなり面白い感じになってるんですけども、うん、ここね、で先ほどのね、アクリルキーホルダーみたいな感じがあったんですけど、はい、これがなんか SNS 映えみたいな撮影スポットになってるんですね、こちらの方が。こちら SNS に投稿する時のようなね、こう絵が撮れる、うん、だからこれ2人で来るのがいいのかもしれないね。確かに、なんか入って誰かに撮ってもらってみたいなね、うん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 、いいんじゃないでしょうか。失礼します、ありがとうございました。なんか撮影ありがとうございました。そしてこちらの方とかにもね、グッズのコーナー、ジャスミンおすすめのグッズコーナーということで、うん、各グッズも展示されております。はい、こちらの方もね、詳細ぜひチェックしていただけたらと思います。でですね、なんか奥に行くとなんかすごいのがあるって聞いたんですけど、ね、なんでしょう。そうですね、ここがね、おお、ああ、なるほどね。あ、そういうことね。そういうことですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、すごいね、佐竹飯店が
もう壁にドドンってなってますけど、ね、結構なデカさよこれ。大きいよ。こちらもなんか写真撮影するのがすごく楽しそうですね。はい、こちらのあみあみさんはですね、デジタルスタンプラリーの景品交換所にもなっております。はい、スタンプラリーが完成したらこちらの方で景品を交換に行きましょう。はい、ちなみにこちらが前半のクリアファイルになってます、はい、はい、後半はまたデザインが変わるそうなので、はい、ぜひまた変わったタイミングでスタンプラリー参加していただけたらと思います。はい、では次の店舗に行きましょう。秋葉原ゲーマーズ本店さんにやってきました。はい、こちらにはミラクルソニックエクスパッションのメンバーさんがダンスのイベントでお仕事にいらっしゃってます。はい、はい、こちらダンスステージの展示だったり衣装だったりね、うん、展示があったりですね、限定スポーツドリンクの販売もあるそうです。はい、じゃあまずこっちから見てみましょうか。こちら、はい、こちらがミラクルソニックエクスパッションの4名がこちらパネル展示されております。はい、後ろの方があれですね、右下の MV の、うん、なんかあれこうバーみたいなところね、あのステージになってますけども。はい、はい、で後ろの方には、はい、こちら2周年衣装ルミエルパピオンがございまして、そしてこちらには、はい、はい、3周年衣装のインフィニットスカイが展示されてます。はい、はい、床の方にも注目していただきたいんですけども、こちらの方がなんかすごいレコードになってるんですかね、これロックって書いてあるけど、ロックって書いてます。こちらの方がダンスステージみたいになってるんですね。はい、こちらの方の展示、撮影も可能になってますので、ぜひ、はい、お写真も撮っていただいて、はい、はい、こちらゲーマーズさんとことぶき屋さんでミリオンライブの関連商品を1万円以上ご購入いただいたお客様に、こちらのショッパーがプレゼントされるそうです。はい、こちら3周年のキービジュアルのものになっております。はい、とってもね、サイズも大きいので、はい、今回の、ね、イベントでも ね、たくさんグッズ買ってここに入れられるんじゃないかなと思います。ちなみにこちらが7階になっているんですけれども、5階でグッズの販売をしているそうなので、次は5階に行ってみましょう。はい、はい、こちら5階ではグッズの販売を行っております。はい、じゃあちょっと早速見ていきましょうか。そうですね、いっぱいありますから。はい、まずこちらの方ですね、こちら新商品がずらっと並んでおりますけども、まずはですね、はい、はいはい、担当ユニットであるミラクルソニックエクスパッションのこちらマルチアクリルスタンドでございます。うん、これいいですよね、どのユニットさんも。そうですね、そして隣にはですね、はい、こちらマグカップですね。おー、はい、インフィニットスカイのマグカップがあって、これがこれは全員分あるのかな。 あるね、ありますね、すごいよ、ありますねこれね。こちらもね、ぜひぜひ担当さんのものをゲットしていただきまして、そしてこちらですね、はい、こちらです。はい、スパイグランツがグッズ化してるっていう、はい、なんかね、レオンさんとシーカさんのこう、ね、グッズがこうドンと出てるっていうのはあまり今までなかったと思うん で、これは嬉しいですね。はい、そしてこっちの方とかに行くと、まあ、こちらの方とかでね、アクリルキーホルダーとかもあるんですけども、やっぱ気になるのはこちらですかね、うん、そうですよ。こちらのゲーマーズさんを担当しているユニット、ミラクルソニックエクスパッションのスポーツドリンクとなっております。はい、いやもうぴったりですよね。そして後ろに行きますと、こちらも新商品だそうです。こちらがですね、はい、ビーツのタペストリーになってますね。こちらも各アイドルさん分ございますと、はい、うん、こちらのね、後ろの方とかにももうすでにもともと販売され、3周年の時に販売されてたものではあるんですけども、うん、こちらの方のクリアファイルだったりとか、はい、でこちらのトートバッグだったりね、各種グッズの方がありますので、ぜひ足を運んでこう隅々まで見ていただけたらと思います。はい、こっちにもあるのでね、ずらっとなってます。はい、では次の店舗に行きましょう。最後はアイドルマスターオフィシャルショップ、アトレ秋葉原店さんに来ております。今回は特別に閉店後のアトレさんにお邪魔しております。ありがとうございます。こちらは体験イベント、アイドルマスターミリオンライブ入隊アイドルヒーローズアナザー積み取れ貧乏の種の受付店舗となっております。はい、まあ、グッズもたくさんあるので、はい、店内見ていきましょう。はい、こちらには3周年の衣装インフィニットスカイが展示されております。はい、めちゃくちゃ近い。はい、こちらの方ですね、先日のミリシタ感謝祭の方でもね、着用されてたものですね。そうだね、いやこんな間近で見れるとは。お越しの際にはぜひ見てみてください。はい、撮影 OK になってますからね。はい、ではちょっと店内の方見ていきましょうか。はい、こちらアイドルヒーローズの開催記念グッズですね。はい、今回イベントが開催されるので、はい、はい、こちらの方では現在くじますが開催されてますね。はい、はい、こちらの2月の20日からこちら新しいものが増えてですね、うん、はい、これが A 賞のアクリルスタンドですね。はい、はいはい、こちらの方が新しく追加されております。はい、ちょっとね、今回僕らもちょっと実際にくじを回させていただこうかなということで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。行きましょう。じゃあ回しますか。はい、行きます。こっちだよね。そうですね、黄色ってことはこれ A 賞、これ A 賞ですね。この後よ
マジですか。やりました。いいな。自分次回しますよ。回して。いや2回連続 A 賞ってのはかなりこう薄いんじゃないのかなと思うんですけどね。A 賞使ったんて。赤。あでも赤は B だよ。B。B 賞。B 賞当たりました。アクリルキーホルダーですね。やっと。やっとね。えこれ選べる。あ種類選べるって。選べる。ちょっとこれは後でいただきたいと思います。いただきたいと思います。現在ウェブ上では等身大パネルのデジタル展示&販売を行っております、はい、詳細は概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか、うん、いやお店もいっぱいでしたし、はい、もう盛りだくさんですよ。いや本当にねもう各店舗さんがすごいなんか、うん、いろんなものが展示されてたりとかですね、あとやっぱりそのいろんなねあのアイドルさんのユニットとかがこう、うんうん、実際にこうお仕事をしてるような、ね、そうだね、感じがすごいなんか楽しかったですね、うん、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズサンキューアニバーサリー in 秋葉原の各詳細は概要欄の URL をご覧ください。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。面白かった、サンキューアニバーサリー気になったと思ったらですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。